実はすごいパーティーズメンバー全員が気になってることがあって。何？あの本当に聞きにくいことだったんですけど。何私が代表して聞いてこいって言われたんで。え、何？あのふわふわの単独公演とか、はい、クロちゃんよく来てるじゃないですか。あ、行く。その時にこうと公演とか見ないでずっとメモ帳ぶわーって書いてるじゃないですか。いや見てるよ。書いてるよ。あれ何書いてるのかなと思って。いや個人情報だからね。みんな怖がっちゃってるんですよ。怖がんの？そう怖がっちゃってて今日見せてもらえないかな。いや持ってきてないよ。だって ありました。ちょっと待って、何を勝手に渡すの。ちょっとおかしくない？でも結構声の内容ですね。そうよ。15曲目ホワイトスイートキス、うん、ルリちゃまが前に出てきた。ちゃまに会いにまた来たいわって思うよね、うん、ちゃまがセンターやると神々しすぎて直視できない。逆に距離が近すぎるから困る。神押し。いやいややめなさい。どんだけみたいな感じ言わないで。いやまあまあ分かりました。まあそんなにやましいことは書いてなかったけど、まあ、ちゃまですね。ちゃまですねじゃない。いやいや押してるけど。いやちゃまですね。いろいろ書いてますからね。いやちゃまですね。いやちゃまですねって。いやそれしか言わなくなったね。まあでも安心しました。何が安心したの？それじゃあもう私もライブがあるので、はい、ありがとうございました。待って待ってちょっと。なんかまた聞きたいことあったら来ますね。怖いから。バイバイ。え、本当書いちゃったよ。いや書くしかないから。いや、ちゃま以外にも書いてますからね。ね、あのなんだろう、あのちゃまがセンターのやった時だね。モデル的で一番最初前に出てくるの似合ってるよね。あ、これもちゃまのことだね。なんだろう、ちゃま可愛い、髪質が変わった気がするって書いてるね、ちょっと待ってくださいね。あのいろいろ見てますんで。あ、ほらじゃあ行きますよ。それではね、続いては原駅ステージへの SS の青い赤です。どうぞ。